次の世代に渡していくこと、これがないと伝統継承というのは成り立っていきません。何でもこう組み込んでいけば一本の紐になって、それがまた違う用途に変わって進化をしていきますので。交错纷飞，缠绕连结，一根根细细的丝线经过染色加工后被安放在木台上，再经过匠人一番巧手运作，便被赋予了新的形态和生命，以另外一种样子缠绕连结在人们的生活中。编绳在日语里被称作组纽，组是排列组合之一，纽是绳。一组组丝线经过有条不紊的排列组合，呈现出独有的花纹和味道。编绳的历史可追溯到日本奈良时代，伴随着佛法的传来，袈裟和经卷上精致的装饰绳吸引了日本工匠的目光。从1400年前圣德太子遣使入隋开始，日本使者渡过茫茫的大海，带回经卷历法的同时，也将高度发达的编绳技法带回了日本列岛。組紐の伝来は仏教の伝来、昔かつて、奈良平安時代、まあ、いわゆる今から、1400年以上前に大陸の文化として、日本に入ってきたというふうに聞いております。仏教が伝来したと同時に、さまざまな伝統工芸、今も息づいている伝統工芸が大陸文化として、中国を通りシルクロードという道において、まあ、その後日本に渡来したと。でそれを我々、組紐という形で日本独自の、まあ、伝統文化をそれをベースにして、日本人の合うカラーであったり組柄用途、それに適したものということで発展して、進化させてきているというようなことでございまして。从圣德太子腰间的束带，到后世茶人的道具，武士的甲胄、佩刀，以及和服腰带的结绳，兼具实用性和美观性的绳，穿过历史的长河，伴随着日本人从过去走到当代。在东京日本桥一家百年编绳工坊里，父子两代匠人承传着绳的实用和美观两种特性。組紐の2つ大きい意味合いがある。それは用と美でございまして、用というのは用いて、いわゆる伸縮性、組紐の良さというのは、全て組織が斜め斜めに組み込まれて緊密に組み込まれていくこと。今この場合帯締めですと、帯の上に乗せてキュッと締めます。でこうやって締めて、その後この紐が伸縮性がないとスッと抜けちゃうんです。これはギュッと縛るとちょっと戻るけど、ここで止まるという、これが伸縮性の良さで、唐組と呼びます。このひし形がこのように何重にもひし形が重なり合っていく組柄です。味わいはこの凹凸感がボコボコボコとしているところ、まあ、これが非常に豪華であり、しかもわびさびが入っているような組紐ということで。福田龙先生作为承传编绳工艺的匠人，
曾被日本政府授予现代的民工东京都优秀技能者殊荣，并长期从事奈良正仓院古代编绳修复工作。平家農協共感紐という厳島神社で奉納されております平家農協を岩子を紐としてこのように薄いですけどもしっかりとしてこのような美しい、組の柄がいろいろと配色で施されているお紐でございます。染めの技術もあります、素材もあります、そして組もあります。この3つがその時の当時のままの状態で元に戻したい、これは私自身においてはロマンがございました。組紐を一生生涯やる職人といたしましては、昔のものを時空を超えてタイムトリップして、復元できたらどんなに素敵なことだろうと私は思いまして。经过复原的古绳展示给人们的不仅仅是一种工艺，更是那个时代所独有的文化和思维方式。平泉中尊寺金色堂の藤原の秀平公掛け守りの紐というお紐でございます。天国の方に行かれて、あの世に行かれた後、ここに首にかけて、その時その後生活に困らないようにという願いがこもった紐というふうに聞いておりますが、超越了时间空间，将已经褪色残缺的编绳重新呈现，匠人在找回传统工艺的同时，也尝试将传统技法融入到当代的产品中。組紐で表現をするときに、いろんなものをこう組紐は表現ができるので、例えば今取り組んでいる事例だと、建築関係の、内装であったりインテリアだったり、特にこう、身近にこう使えるものとしてブレスレットであったり、ストラップであったり傘であったり、化粧ポーチであったり、いろんなものを作っているんですけども、特に皆さんが生活の中で、お家にいる時もステイホームの中で、身近な存在であってほしいという思いも込めて、内装とかインテリアっていうのを多く取り組んでおります。何でもこう組み込んでいけば一本の紐になって、それがまた違う用途に変わって進化をしていきますので、そのあたりを考えて取り組んでおります。在父辈手中接过的丝线，缠绕出了下一个时代的模样。龙工坊在第三代传人手中，不断尝试着各种新的材料，寻找着各种新的可能。アニメの、君の名は Your Name という漫画がありましたけども、そちらの公式グッズということで、東宝さんと、流行棒で、組紐がいわゆる時をつなぐ、結ぶ、絆っていうテーマのもとに、映画の、公式グッズの作成などもしております。組紐のやっぱり耐久性、伸縮性であって、ストレッチ構造がすごく効いてますので、そこをこう活かしてカメラ一眼レフもやっぱ結構重さがありますので、首からこう下げるときに組紐の伸縮性だったり、絹のこう質感っていうのを、カメラを下げたときに、使っていただけるような形で、組紐として表現をしたっていうのが一つございます。編繩对龙工坊父子两代匠人来说，不仅仅是一门技艺，也是毕生的事业，对他们有着深刻的内涵。組む技術として、300種類以上こう組み方とかがありますので、その技術と、例えばこう素材、よく伝統と革新って皆さんおっしゃられるんですけども、僕の中の解釈としては、伝統っていうのはいわゆる受け継いできた技術であったり組み方っていうところになっていて、そこに掛け算をする革新要素としては機能性ですね、素材の機能性を活用すると。組む以上に結ぶ、つなぐ、絆、縁、なんかね、みんななんかこういう人と人をつないでいく仕事を私は、先祖からやらさせていただいているのかなと、そんなふうに思っております。それが私の、組紐に携わさせていただいている中で、逆に一番感謝をしなきゃいけない、で人と人を結ぶことが少しでも
お役が立てれば嬉しいなって思っています。連結、結缘、美丽的绳成为了人与人之间的纽带，也成就了龙宫坊的百年历史。2020东京奥运，福田龙先生成为了奥运火炬手，代表传统手工匠人，继续传递着将人与人相互连结的愿望。绳在人们的生活中无处不见，热爱传统工艺的匠人使得千丝万缕绵延不绝的绳顺着时代的轨迹一路延展开来，保留传统感动的同时，也让我们看到了传统工艺的更多可能。